さんこんにちは、セキュリティのギターワンポイントレッスン、今回が4回目ということで、マイケル・シンカーのイントゥ・ジャーリナーのですね、イントロリフを練習してみたいと思います。このイントロのリフは、3連の、リフというリフになってますので、とても難しいんですけれども、練習していきましょう。まず冒頭ですね、4拍目の3連1個書くから入ります。これがめちゃめちゃ難しいです。ピッキングはダウン、アップ、ダウンというふうに入っていくんですけれども、1個休符が入りますので、ってね、休符を入れましょう。どうですかね、これだけでもすごい難しいと思いますけれども、次はですね、3拍目まで行ってみたいと思います。1拍目と3拍目のこの6弦サンプルですね、この音がしっかり合うように、練習しましょう。さらに拍を伸ばして2小節目の頭まで弾いてみましょう。いかがですかね。では次、2小節目を練習してみましょう。2小節目も同様に1拍目と3拍目がクリックに合うように練習しましょう。はい、次は、ジャッキで入ったら、3小節目の頭の音まで、つなげてみましょう。はい、いかがですかね。1拍目と3拍目、意識して弾いてみてくださいね。そして、3小節目は1小節目と同じ内容なので、4小節目のフレーズを練習してみたいと思います。はい、ここまでができたら、つなげてみます。まずはリズムが安定して弾けるように練習していてください。はい、うまく弾けるようになってきたら、今度はですね、さらにちょっと難しくなるんですけれども、ミュートを入れて弾きます。冒頭のイントロはですね、16小節あるんですけれども、最初の、8小節はミュートで弾いてるんですね。安定して弾くのは、とても難しくなりますね。で、この時はゆっくり正確に弾けるようにまずは練習して、そこから徐々にテンポを上げていきましょう。本人の、ね、動画を、ご覧になりながらですね、いろんなポジションで、練習していくのもいいと思うんですけれども、今回は弾きやすいように、この3フレットまでのポジションで、ご紹介してみました。はい、ということで、動画の内容がですね、面白かった、ためになった、よかったよという方はですね、ぜひチャンネル登録や、いいねよろしくお願いします。